ヨハネによる福音書は新約聖書中の一書。マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書に次ぐ四つの福音書の一つである。ルターは本福音書とパウロ書館を極めて高く評価しており、その影響は現在のプロテスタント各派に及んでいる。第四福音書に位置づけられるヨハネによる福音書は、 共感福音書と呼ばれる他の三つとは内容的に一線を隠した内容となっている。この福音書が四つの中で最後に書かれたということに関して研究者たちの意見は一致している。初代教会以来、伝統的にはこのヨハネによる福音書の筆者はカトリック教会、聖教会等で伝承されてきた聖伝においては文書中に見える。 イエスの愛しておられた弟子すなわち死とヨハネであると伝えられてきた。例えば紀元200年頃の神学者アレクサンドリアのクレメンス、リオンのエーレガイオスなどがこの文章を死とヨハネにキス。同じく伝統的見解として死とヨハネに返されるヨハネの目視録の著者に関しては3世紀のアレクサンドリアのディオニシオスや4世紀のエウセビオスによって疑議,議が提出されたのに対して 古代においては、ヨハネによる福音書は、死とヨハネに返されるのが一般的である。成立年代に関しては3世紀のヒッポリュトスなどがドミティアヌス地聖菓と証言する。ただし、近代以降の高等批評を唱える聖書研究家たちはこれらの考え方を支持しない。田川健三はこの書は、作者ヨハネが自分のかなり特殊な宗教思想を展開した書き物であり、 イエスを知るための直接の資料にならないとする。聖立時期については、最古の写本断片が120年頃のものとの鑑定から一世紀末という見解が多数である。ただしこの鑑定を疑問視する見解もある。聖立時期の加減は、ヨハネ神学の強い影響と、ヨハネによる福音書の引用が見られる神学者ユスティノスの没年である。なお、 イグナティオスの書簡にも共感副音書には見られない、ヨハネによる福音書独自の内容や表現が用いられている。ヨハネによる福音書は本文が1、6から始まっており、最初の部分は洗礼者、ヨハネの洗礼に始まるイエスの公生活を描き、後半部分は弟子たちに個人的に語った言葉とイエスの処刑に至る経緯、イエスの復活までが描かれている。 共感福音書と呼ばれる他の三つの福音書はイエスの生涯について多く記され重複記述が多く見られるが、ヨハネによる福音書は重複記述が少なくイエスの言葉がより多く記述されている。ヨハネはイエスの父なる神との関わりについて重点的に説明している。ヨハネは他の三つの福音書よりも 鮮明に神の子たるイエスの姿を浮かび上がらせている。ヨハネの書くイエスの姿は、父の愛する一人子であり、神の子そのものである。また、キリストをあがない主として書く、あるいは神の霊である聖霊を助け主として書く、キリスト教の特徴として、愛を全面に押し出すなどの書店によって、キリスト教に大きな影響を与えることになる。11世紀のビザンチンの写本、挿絵は、 福音書を弟シプロクロスに口実筆記させる福音記者ヨハネ。ヨハネによる福音書と呼ばれている通り、正当的なキリスト教会の伝統、伝承ではこの弟子はゼベダイの子子とヨハネであるとされてきた。詳細化された伝承においては、子とヨハネが裁判年エフェソスにおいて弟シプロクロスに口実筆記させたとする。しかし、19世紀以降、 使徒ヨハネが第四福音書の著者であるという伝承に由来する意見は、口頭批評の立場に立つ学者たちの間では指示されなくなった。口頭批評の解釈によれば、テキストから読み取れるのは、ヨハネ福音書がイエスの愛しておられた弟子とされる名の明かされていない著者によって執筆されたということだけである。非神和歌を唱えたドイツの聖書学者、 ルドルフ・ブルトマンが1941年に、辞書、ヨハネ福音書についてで提示した説によれば、ヨハネ福音書の著者は、イエスの言った奇跡に関して共感副音書とは異なる資料、口述資料を用いているという。また、批評学者は、イエスの愛しておられた弟子の死について言及された21章は、聖書への補意、不可部分であるとする。まことに、まことにあなた方に告げます。 私を信じる者は、私の行う技を行い、また、それよりもさらに大きな技を行います。また、記述についての聖書の英訳。日本語訳において、変遷や違いがある。この世の、君、この世を支配する、モノザルーラーオブディスワールドザプリンスオブディスワールドこの、存在についての追放、信託、受難についての和訳と英訳では解釈の違いがある。 主な英訳は次の通り12時31分31 now is the judgement of this world.The ruler of this world will be cast out.14 時30分30 I will no longer talk.Match with you for the ruler of this world is coming.And he has nothing in me.16 時11分11 of judgement because the ruler of this world is judgement.Hatton Emulter. 新約聖書への助言。新約聖書の正しいかつ最も貴重な書はどれであるか。石原健訳。キリスト社の自由。聖書への助言岩波文庫。1955年。ISBN40 億338万 819? 書州、田川健造。イエスという男第2版、P27 例えば。G 大戦。新約聖書。歴史。文学。宗教教文館、 2003年、ISBN47 億6426万6369、エペソのシントへ5章、マグネネシアのシントへ7章、フィラデルフィアのシントへ3章など、ブルトマンチョ杉原助役、大抜き隆役、ヨハネの福音書、日本キリスト教団出版局、ISBN978 から48億1840万5400、ありがとうございます。